もこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、栃木県に来ております。そして今いるのが鬼怒川温泉の鶴葉ドラッグですね。見えてるのはリオンドールですけれども、鶴葉ドラッグの駐車場に停めてます。前回の動画が鬼怒川温泉街の観光をしていて、あまりにも廃墟好きなんですよ。私廃墟好きで、もう廃墟眺めてるだけで時間が経ってしまい、尺が長くなってしまって、結局また動画を分ける流れになったっていう感じですね。なので今回こそは宿泊する小滝高専編ですね。栃木県の矢板市にある小滝高専に、今から買い出しをしてから向かう形となります。それではまず買い出ししてドライブ、この後結構長いドライブになりますので楽しみます。デイ、前回の動画でもお話ししたんですけれども、小滝高専は7、8年前ぐらいに一度行ったことがあって、口コミ評価もすごく良くて、私もすごくいい印象が残ってまして、久しぶりに行ってみたくて、本当家庭的な雰囲気でこんなところに宿あるんだっていう衝撃を覚えております。だから今回も非常に楽しみにしてるんですよね。何より温泉が楽しみですね。道の駅着きました。湧水の里串尾屋さんですかね。ここでお昼ご飯を食べれたら食べます。道の駅で購入したおこわをあえてこの道の駅にある東屋で食べるという行動、かわいいですね、本当に。腹ごしらえと少しの休憩ができましたので、いよいよ小滝高専にチェックインいたします。あと40分くらいかかりますね。ドライブ楽しいですよ、こういう田舎景色は。さあもうそろそろ着きます。もうね、いきなり細道入ったんですけど、すごいわやっぱり道これ。おおこの道、この道覚えてる。おおうわうわすごい楽しいわこの道。おおおお、下りすごいよこの揺れ、ほんとゆっくり走んないと。おおおお、楽しい。着きました、本日宿泊の小滝高専さんです。ではチェックインしてきます。チェックインしました。そしてなんと前回と同じ部屋ですね。なんという奇跡。それでは館内を散策します。目の前にですね、共用の冷蔵庫がありまして、こちらが洗面ですね。あっち行っちゃうと鏡で反射しちゃうんで編集がめんどくさいんで、あそこで歯磨き、手洗い、うがい、顔洗いなどします。そして他のお部屋ですね。そしてこっちを曲がっていくとお手洗い、こちらが
慢の温泉ですね。自慢の。早く入りたい。で、こっち行っちゃうと、こちらはね、4名とか5名の大きなお部屋なんで、これ以上は行けないな。こっちで貸し切ってっていうのも楽しそうですね。結構こちらで予約されてる方多いみたいです。これが温泉です。入るときにこの蓋を開けて入る形になりますね。宿を出ますと見渡す限り森ですね。目の前に車があるんで、上にちょっと持ち上げて建物を見て、そしてこんな感じです。そして目の前に小滝、おそらくまあこれじゃないと思うんですけど、奥にあると思うんですよね。目の前に川があります。川まで降りてきました。小滝ってこれかな、これか、もっと奥か。あー、川遊びしたい、すっごいしたい。先ほどの滝なんですけど、よく見たらだいぶ上の方まであるんですよ。ほー、かわいい滝ですね。小滝奥の方まで歩いてくと、もうこれ以上はきついかな。足元もちょっとサンダルなんで危ないからいけないな。すごいわ、秘境だわ、いいとこだわ。部屋戻ってきました。では早速温泉入りますか。温泉が楽しみで来ましたからね。入ります。わかりますか、この茶色く濁った温泉。温泉出ました。気持ちよかった。温泉の色の割にはですね、そこまで匂い味がきついわけでもないので、また夜入るの楽しみだわ。じゃあ寝ますか。夜飯まで寝ましょう。もう全然寝てないからね。起きました。午後の6時ぐらいですね。だいぶ冷え込んできてますけど、まだ暗くは上がってないみたいです。これから夜ご飯です。夜ご飯開始です。餃子来ました。でかい。グラスもキンキンに冷えておりました。いただきます。乾杯。餃子がすごく美味しいです。本当に美味しい手作りだそうですよ。来ました、メインディッシュ。これは十分ですね。すげえ美味しそう。湯葉か。ニジマスのカルパッチョって言ってたかな。初めて食べますね。天ぷらいただきます。いい音鳴りますよ。パクパクパリパリです。鮎がプリップリ、すごい身が詰まってる。これすごく美味しいです。うますぎてむさぼり尽くしました。ごちそうさまでした。美味しかった。本当に美味しかったです。これ他のプランもあったんですよ。ただ胃がちっちゃいので、そっちだと食い切れないかなって思って頼めなかったんですけど、毎回ねこういう料理を食べた時にたくさん食べれる人羨ましいなって思いますね。他のプランだとそばとか鴨鍋があった気がするんですけどね。ほんと美味しかった。まだ7時過ぎぐらいなんですよね。今日はそこまで眠くないので、9時前後ぐらいからお風呂に入って、11時から12時には寝るプランを立てておりますけど、うまくいくのか。
夜の温泉来ました。昼とは違って夜は自分の入るスペース分だけ蓋を開けて入ります。そして窓側で涼みながらゆったりと入りたいと思います。夜の温泉は昼に比べると2倍以上気持ちいいですね。やはりすごい気持ちよかった。長風呂してしまいました。まだ9時過ぎぐらいなんで、晩酌できますね。晩酌して今日こそは眠れるでしょう。もしくは眠れなかったらパソコン持ってきたんでコチコチと PC を触ります。それではおやすみなさーい。朝の6時半です。大雨なんですけどすごい雨降ってるんですけど、朝風呂入ります。天気が悪いおかげで非常に寒いので気持ち良いでしょう。温泉入ってきました。やはり夜風呂と朝風呂は格別ですね。そしてこれ多分温泉入ってなかったら結構寒いですね。しかもかなり天気悪いみたい。今日さすがですよ私。朝ごはんいただきます。お腹すいた。ごちそうさまでした。料理がすごく美味しくて味付けがちょうどいいんですよ。天才的な味付けですよ。さてそろそろ帰る準備をしなければならぬ。天気ほんとやば。チェックアウトします。チェックアウトしました。そしてまたこの山道を登っております。揺れますよ揺れますよ。画面揺れますからね。画面用意注意です。いやー2日とも本当にまたいい宿でしたね。改めて来たいなって思うのはやはりこういうところなんでしょうね。大雨なのでこの後宇都宮にでも寄って餃子食べて帰ろうかなって思ったんですけど、それはやめておとなしく帰ろうかな。というわけで、今回の旅はここで終了となります。また次回はどんな旅になるんでしょうか。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。おお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 お